はい、大チャンネルです。今回はローストビーフを作ってみようと思います。ちょっとですね、前回の塩レモンの動画の時にですね、ダイスさん包丁の使い方が怖いです、本当にお料理できるんですかっていうのとかを生放送中とかのコメントなりとか動画のコメントでいただいてたので、本当にできますよっていうのを得意料理でお知らせしようというふうに思いました実はですね、ローストビーフ家でよく作るので、今回はですね、ちょうど牛肉のね、もも肉のブロックが安かったっていうのもあって、今回はローストビーフを作ろうと思います。ということで、ドンと大きいお肉、だいたいですね、約400g ぐらいかなのお肉になるんですけど、本当に安かったです。1000円しなかった、素敵っていう時に作りますね、私はで、今回ちょっと大きめなので2つにお肉を分けて作るんですけど、本来まあ、基本的には塊のままで調理をするものになります。ということで、早速ご紹介しようと思います。調理ですね、まず今回は切り分けをしてから調理するので、まあまな板、包丁、ここはいつものごとくですね。で、ですね、お肉に火の通りを良くするよために穴を開けます。なのでフォークを1本用意します。で、あとですね、今回私いつもローストビーフ作るときに実は炊飯器を使って作るんですよ。なのでこれね、釜、炊飯器の中の釜を用意してます。そしてお肉炊飯器に入れるときに密閉ができるこのチャックで、なおかつ耐熱があるね、袋未使用のものを一つご用意ください。これがね、すごくね、素敵な役を果たします。あと調味料のグラム数測るので、測りですね。で、もしくは測りお家にない方もいらっしゃると思うんですけど、実はですね、大さじの15、大さじ1、これあればこれだけでできる分量になります。はい、そしてですね、私のレシピに必要な調味料をご紹介。まずはお醤油、そして本みりん、みりんですね、みりん風調味料じゃなくて本みりんで作ってます。そして前回の時も言ったんですけど、桜印の蜂蜜です。私は普通の蜂蜜で大丈夫ですね。パンとか用の、パンに塗って食べる用の蜂蜜で大丈夫です。使うのもまあ私は多く使うので15、まあ 10g ぐらいあれば大丈夫です。そしてブラックペッパーでもいいんですけど、塩コショウを私は使ってるのでこれで作ります。そしてお酒、料理酒ですね、私の料理酒ご紹介。はい、新潟県の日本酒、緑川です。ですね、飲まなくなったものを料理酒にするのが私のやり方でして、これちょっとだけ残ってるんですよね。で、これを料理酒で使って次のね、お酒、新しいの開けて飲むみたいなことをやっています。はい、ということで以上が器具です。そんなに多くないですよね、調味料的にも。まあ醤油、みりん、蜂蜜、塩コショウ、料理酒なので5種類だけで済むものになります。ということで早速調理いってみます。まずはですね、今回お肉の塊は大きいので、ちょっとこれ端っこに置こう、2個に分けてからやっていきます。まあ真ん中ら辺で一回切ってしまいましょう。筋があるものになるんですけど、まあ取っても取らなくてもいいかなっていうのが正直なところですね。私は基本取らないんですよ。あと気になる方はこういう脂肪分の部分を削ぎ落として作るっていう方もいらっしゃいますね。でも今回ですね、購入したお肉ここだけなんですよね。裏側なかったので、今回はこのままやろうと思います。普段は多い時は私もその部分は取って違うお料理作る時の油の代わりにしたりとかっていう使い方をしてます。はい、で切ったので、まあ、包丁さんはここで終わりです。はい、役目を終了しました。
そう、なんかブロックが大きくなければいらないものになるんですよね。使わないものになります。まあ食べるときは切り分けるので使うんですけどね、調理するときには使わないんですよ。そしてこの状態でお肉にブスブスフォークを刺して筋を立っていきます。これね、意外とね楽しいんですよね。ランダムにこう刺していくのがもう一番いいものになるんですけど、これやらなさすぎると食べる時にね筋が気になってしまったりとか、あとは調味料のね入り具合が変わっちゃうので、全体を私は開けるようにしてます。お、あ、ここだ。やってるとですね、手の感覚で、あ、筋が当たってるなっていうところがわかるので、そこはまた重点的に開けていきますね。ほい、じゃあ逆サイド。そう、まだですね、豚肉のブロックとか鶏肉のブロックでもそのローストチキンとかローストポークとかっていうのもできるのはわかるんですけど、私まだ豚肉と鶏肉でチャレンジしたことがないので、分量変えずにいけるのかっていうのはわからないんですが、でも牛肉じゃなくてもきっと美味しくいただけるレシピだと思うんですよね。この機会があったら個人的にね作ってみようと思います。よし、結構力がいるな普段のお肉よりもちょっと大きめだからあれですね。よし、いいかな。まあ手を刺さないように気をつけてください。きっとこうやってる時も手元が危ないっていう風にこう言われちゃうのかなと思いながら今作業してるんですけど、はい、十分に気をつけていますので大丈夫と思います。よし、はい、あ、ここが硬い。やっぱりさっきの筋のとこが硬いですね。いや、もうちょっと端っこで取りやすいところにあれば取っちゃったりとかっていうのも良かったんですけどね、立ってしまえば問題はないので大丈夫と思います。よし、よし、いいんじゃないかな。 OK、 はい、この状態で穴を開け終わりました。だいたいまっすぐ出来上がるのでそんなに時間かからないですね、この作業も。そして使ったフォークさんはこれで役目は終わりなので、この後洗いに行きます。はい、そしてですね、この後なんですけど、ここに、はい、おろし生ニンニク、すりおろしで一かけらとかだと本当に本格的にいくんですけど、まあニンニクって1個使い切るのって結構時間かかってしまったりとかっていうのもあるので、私はもうチューブでやってます。で、この大きさだと、まあ、2センチぐらいでいいと思うので直接やっちゃいます。お、はい、これをねお肉に塗り込んでいきます。はい、おろしニンニク全体に終わったので塩コショウをねさーっと振ります。まあ、全体に振りかければいいので、片面振ったら逆サイドっていう風にやるもので大丈夫です。まあ、こんな感じかな。はい、これでお肉に味を入れていきます。できれば1日漬け込んだ方が味が入るんですけど、私よくですね思い立ってすぐ作るので30分とか、ぐらい目処に冷蔵庫で寝かせるぐらいで大丈夫と思います。はい、高い位置から取りました。で、グラム数にご注目いただきながらやっていきます。はい、まずはですねお醤油の量が一番多いんですけど、30g ですね。なんで大さじだと大さじは2ですね。で、ズボラというか面倒くさがりなので、もうここの状態で、袋に直接私はもう入れて、分量をね測っていくことにします。2とかになってるけど離せばもうゼロなので、これで入れてって測りますよ。
お24年もうちょい26年もうちょい、あおー、あ、また開くかな、もうちょっと30、はいはい、お醤油はまあ 30g です。大さじだと、大さじ2ですねになります。そして次みりん、みりんは、20g 入れます。で大さじは 15g なので、まあ、大さじ1と半分ぐらいでいいと思うんですよ。私基本的に足していくので、これ50になったらみりんが 20g 入ったっていうことになりますね。お、ちょっと入れすぎた、まあ気にしません。はい、引き算とかもできるんですけど、こうゼロ表示にしてしまえばまたゼロなので、そこでグラムをこう測りながら入れるっていうのも手ですね。で次、料理酒、これはみりんと同じく20を入れます。で今回ゼロ表示にして分かりやすいので20入れていきます。料理酒がね、こう一升瓶から始まりなので、あ、はかりが動かない、まずい、5 まあこんなもんでしょう。ちょっとまあまあ前後あっても全然大丈夫です。なぜかというと、そんなにですね、調味料前後してもあまり味に影響がないんですよ。うん、なので、まあ、適宜ということで OK です。で、最後なんですけど、蜂蜜、蜂蜜は、私多いのが好きなのでこれ全部使っちゃうんですけど、普通の方、甘めが好きではなくて、まあ、ちょっと大人な風味がいいなっていう方だと小さじ2ぐらいがいいかなって思います。小さじ2なので、まあ、10ってところですね。大さじだと多くなっちゃうので、まあ、小さじでっていう方に関しては、大さじ使うにしても、まあ、半分ぐらいに留めておくのをおすすめします。私ももう甘いの好きなので全部使っちゃいます。では入れていきます。先を切って、はい、ここにこれね、これを入れていきます。で、15g なんですけど、まあチューブに入ってるものなので14とかにしかならないと思うんですけど、おー15全部入った、よーし、はい、でこれで、準備は OK です。で、蜂蜜が入ってるので、まあ攪拌みたいな感じでよく混ぜてっていうのをした方が後々ですね、お肉に味が染みるので、そう、今の状態の時にした方がいいです。はい、こんな感じでね、分かれてしまってるのでちょっとまあまあ揉む感じに混ぜるっていうのをこの時点でしておいてください。あとは袋からこぼれないようにだけやっておいていただけるといいかなと思います。はい、では先ほど別にしたお肉をフライパンで、焼き目をつける作業に移ります。はい、で焼き目をつけてからすぐにその日に調理するときは寝かせるようにしますし、そうじゃなければこの状態で1日寝かせるっていうのも、味を入れる秘訣になります。で今回はもう今日、作ってしまおうと思ってるので、この状態でフライパンに、油等を敷かず焼き目を入れていく作業をします。テフロン加工のフライパンだと簡単にできるのでおすすめです。では行ってみます。はい、フライパンにお肉を入れました。こんな感じでテフロン加工のフライパンでやると、くっつかないし、中までですねお肉の、油とかっていうのも敷かないでする方がいいのでテフロン加工のフライパンがおすすめです。ちょっと弱火とかにしつつ、ですねお肉周りだけに火が通るように色がつくように焼いていきます。で今回2本なのでこんな感じで入れていくんですけど、ほらこうですね、こういう風に
色がついてきてます。弱火にしすぎた、こんなかな。ほい。でこれが終わったら先ほど作った調味料の入った袋に投入していきます。はい。で入れてからですね、炊飯器で作るんですけど、お湯も必要になるので、これを焼き目がつくまでやって、ジップロップの中に入れて、ちょっとそこでですね、置いとく時間に、置いておく間に、お湯をね、ケトルとかやかんとかで沸かしておいてください。必要な量は炊飯器によって違うんですけど、炊飯器の釜に袋に入ったこのお肉を入れて、それがかぶるぐらい、お湯でかぶるぐらいまで必要になるので、ちょっと多めにしておいた方がいいかなと思います。またですね、出来上がった後に調味料もつけて食べる、なんていうんだかな、ローストビーフのつけて食べるものとして活用するので、このね、お肉焼いて、フライパンは洗いたいんですけど、ちょっとそのままにしておいてください。あとでですね、またこのまま使います。はい。でこんな感じで、今ほら真ん中だけ生の状態で色がちゃんとつきましたね。これぐらいにして、調味料の袋の中にこの焼き目がついたお肉を入れていきます。はい。さっき焼き目をつけたお肉を調味料の入れ物の袋に入れました。でこの状態でできるだけ、空気を抜いて、封をしてください。ほい。空気を抜くよ。これがね、私ね、あんま上手じゃないんですよ。わあ、危ない。よし、あ、できた。あ、ちょっと入っちゃった。まあ大丈夫かな。あ、大丈夫かな、抜けるかな。できるだけ密封した方が、調理をね、炊飯器でするときにいいんですよね。まあこんなもんでいいでしょう。こんな感じになりました。はい。それではお湯を沸かしてきます。はい。お湯が沸きました。まあ暑いのでこの作業は私もね、やけどとかでするの嫌なので気をつけてやってます。炊飯釜に、さっきの袋ごと入れちゃいます。そうするとこんな感じなんですけど、ここにですね、この今入れてるお肉がひたひたになるまでお湯を入れます。で気になる方は封をね、上の方にしておくと、お湯がね、ここに封をしてるところに入らないのでいいかなと思います。ではお湯入れちゃいます。ほい。おー、うん、こんな感じ。これでね、ちょっと見えにくいんですけど、お湯で、お肉がね、これで隠れました。うん、これぐらいね。で、この状態で、炊飯器にセットして、保温で30分放置します。で、30分後、取り出した後に氷水で、お肉自体を冷やして、冷蔵庫で、また冷まして、で食べる直前に切って食べるみたいな形なんですけど、30分ここで炊飯器にセットして時間を待っていきます。はい。炊飯器で保温30分経ったものを取り出して、氷水につけています。で、でも私氷使わないで、こういう、フリーザーアイスみたいなアイス飲んで、こうお水を冷たくしてつけています。こっちの方がね、まあ再利用できるので
いいかなと思ってこっちにいつもしています。この袋もね、今回のこれで役目を終えるものになるので、こうやってやってます。これで粗熱があらかた取れたら、冷蔵庫の中で少し冷やしてっていう食べ方がいいかなと思うんですけれども、すぐに食べたいっていう方はもうここで冷えてですね、お肉自体に自分でこう触って、切れるようになれば良いと思っています。はい、ということでこれで、少しね冷ましてから取り出して、でこの中のですね、このね漬けだれの調理もして、お皿に盛るところまでやっていこうと思います。もう少しだけ、まだ、取り出したばっかりでお肉自体が熱いので、このまま冷やして待っています。はい、お肉が冷えました。では、取り出してお肉を切ってお皿に並べていきます。よいしょ。おー、で、まな板とね包丁も用意したので、直接この上で切っていきます。おー、いい感じいい感じ。2個ですね入れて、で液はね漬けだれとして使用するので、このまま、置いておきます。では切っていきましょう。私、基本的にローストビーフ作った時薄くスライスするんですよね。なのでちょっと薄めに切っていきます。お、いい感じ。あれ、ちょっと分厚かった一番最初にあのフォークで穴を開ける作業をしたんですけど、それによってあのこの一番最後のこの切り分ける時の柔らかさがね変わってくるような気がしてるんですよ。なので最初のフォークを、一生懸命、多くですね時間をかけ、いろんな角度からするともっと柔らかく出来上がると思います。おっ、はい、断面はねこんな感じ、いいよね。真ん中だけ半生みたいになっていて美味しそう。ローストビーフ、あとねニンニクとかいろいろ入れてるんですけど、いい匂いがしますね。やっぱりタレがね、私は甘めに作っているので少し甘い香りもしてます。最後の方ってちょっと切りにくいんですよね、いつも思うんですけど。お、ここ硬い。あ、筋が通ってたとこでしたね。よいしょ。まあこんなもんでしょ。ここも筋だな。はい、できた。じゃあこれをお皿に盛り付けしていくかな。こうで、もう一個の方もやっていきます。こっちはね筋が入ってなかった方になるはずだから、あ、柔らかく切れますね、いい感じ。こう、わー、いいね、美味しそう。これがですね、今まだ袋の中に入ってる漬けだれなんですけど、この後ですね、お肉を焼いた時にそのままにしておいたフライパンで、煮立たせて漬けだれとして利用していくものになります。はい、なので基本的にあの今回使った調味料だったりはですね、最後まで食べる時も使うので、捨てるものってないんですよね。うん、私はいつもこのレシピで作ってるんですけど、まあ、分量等は、糖質とか気になる方は、蜂蜜の量を減らしてとか、薄めが好きな方っていう方にはお醤油の量とかをね少し減らしてとかっていうのもアレンジするのはたくさんできるものになるんじゃないかと思います。こんな感じで置けました。はい、では残ったこっちの漬けだれの方を調理していきます。このまま、フライパンで煮立たせます。
はい、こんな感じで、今ですね、火にかけてお肉の表面を焼いた時のフライパンそのまま使って煮立たせています。お、出てきましたね。こうやってね、使ったつけだれを調理にしていきます。はい、できてきて、出てきた。うん、アルコール分とかを飛ばして、今度ですね、食べる時にお肉をこれにつけて食べるものに使用します。私結構こうやって煮立たせて回してっていうのをこうやって繰り返して火を入れていく感じですね。もうちょっとかな。お、香ばしい匂いがする。はい、OK。 うん、ではこれをまた入れ物に入れて完成。はい、付け合わせも置いて完成、ローストビーフです。ということで、先ほど作っていたつけだれはこんな感じで、火も通ってるのでこのままローストビーフにかけて食べられます。では早速いただいてみます。わーい。ちょっと今回ですね、端っこの方、まあ2個かな、いただきます。付け合わせはね、まあその後でいいでしょう。でちょっとよいしょ、失礼しますね。おお、はい、いただきます。うん、柔らかくできた。うん、味も染みてて美味しいです。はい、ということで今回はうまくできた、やった。こんな感じでまたですね、お料理作ってみたりとか、いろんなねものをまたまた紹介していこうと思います。今度ね、お菓子とかも作ってみたいなと思っています。ぜひ、チャンネルの登録よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!